ゾーンプレスとは、球技における、ディフェンスの戦術の一つで、ゾーンディフェンスおよびプレスディフェンスのうちの一つである。ゾーンの考えを基本としつつ、積極的にプレッシャーをかけ、チェックに行く戦術。そのため、ゾーンディフェンスやプレスディフェンスと比べ体力が必要で、ディフェンスが抜かれた場合のカバーができないと簡単に、得点されてしまうデメリットがある。バスケットボールにおいては、 ゾーンディフェンスを相手チームがエンドラインからスローインする前から仕掛け相手のミスを誘いボールを奪うための守備戦術を指す。等のシステムが存在するがどのシステムも8秒ルールとバックパスルールを駆使した時間とスペースの限定により無理なパスを誘発しパスカットを狙うことが目的である。チーム全員の高度に統一されたシステム理解と相互コミュニケーション能力 広範囲をディフェンスするためのスタミナ力を必要とする難易度の高い戦術である。利点としては、相手チームをフロントエンドへ進めさせずに短時間で点差をつけることが可能であり、時に勝敗を決定づける威力を持つ。一方、フロア全体に5人が散らばるため、うまくパスをつながれた場合にはディフェンスが数的劣勢となり、速攻を受けやすい。また、 ボールマンに対して激しいディフェンスを行うため、ディフェンスファウルを取られる可能性が高くなる。なお、相手がバックコートからフロントコートに侵入する前にゾーンを埋める必要がある。守備側の選手がマークするべき攻撃側の選手に対して味方同士でマークの受け渡しを行うゾーンディフェンス、相手のボール保持者に対して複数人で 積極的にプレッシャーをかけていき囲い込んで、ボールをダッシュする、プレスディフェンス。守備ラインを高く押し上げることで、相手の攻撃を限定、阻止、抑止する、オフサイドトラップを組み合わせた戦術。ゾーンプレスという用語自体は、ゾーンディフェンスと、プレスディフェンスを掛け合わせた造語であり、日本国内でのみ通用する用語である。国外では、プレッシングや、ボール割りと呼ばれる。 相手のボール保持者に対してゾーンディフェンス、プレスディフェンス、オフサイドトラップの3点を有機的に結びつけることで守備側は数的優位を保ち攻撃側に対しボールコントロールのミスやパスミスを誘発させることでボールをダッシュすることを目的とする。また、守備側の選手が相手ゴールにより近い地点でボールをダッシュすることができれば その地点から即座に攻撃に転じることが可能となるなど、積極的守備と攻撃の連続性を高めた戦術でもある。一方、前がかりとなる積極的守備は、自陣内に多くのスペースを生み出すことを意味する。この戦術を用いるには、多くの運動量が要求されるが、試合中の運動量の低下などにより、プレスの効果が弱まると、高く押し上げた守備ラインの裏にあるスペースを、 相手選手に疲れ、カウンターアタックを受けることにつながる。そのため、運動量の配分や、個々の選手間の連携、守備意識の共有といった要素が必要となる。こうした積極的な守備戦術は、オランダのアヤックスを率いたリヌス・ミケルスによって1960年代後半に生み出されたもので、ミケルス自身は、プレッシングフットボールと呼んでいた。 ミケルスの提唱した戦術は1980年代にイタリアの AC ミランを率いたアリゴサッキに引き継がれて体系化された。この戦術はサッキの後を継いで AC ミランを率いたファビオカペットに受け継がれただけでなくその後の世界のサッカー界に影響を与えることになった。日本では1990年代に横浜フリューゲルスやサッカー日本代表を率いたカモアマネが ゾーンプレスと呼ばれる戦術を採用したことから広く知られるようになった。ありがとうございます。